皇太王妃。皇太王妃は、皇國の第十九代の王である皇太王、皇海道の業績を称えた、現在の中華人民共和国吉林省、通貨州安市に存在する石碑である。皇海道妃とも言われ、付近には、両母と見られる将軍塚、大王領があり、合わせて皇海道領妃とも言われる。世紀末から世紀初の朝鮮半島の歴史、 古代日朝関係史を知る上での貴重な一時資料である。この石組は皇太王の業績を称えるために、この長寿王が建てたもので、碑文には、公陰年9月29日期のととり、西暦414年10月28日に建てたと、ある。後1880年、明治13年、高書6年頃に、真の州安の農民により発見され、 翌年、寒さ山より拓本が作成された。1961年、昭和36年、ホラ高古母軍の一部として、全国重点分物保護単位に指定される。交代王妃は、現在の吉林省州安氏の交代王領の近くに、一致している。高さ約6.3メートル、幅約1.5メートルの拡柱状の石碑で、その紙面に、計1 8 0に文字が刻まれ、 碑文は純粋な漢文での記述となっている。碑文のうち約200字は風化等による欠損のため判読不能となっており、欠損部分の解釈について様々な説がある。なお、2010年、平成22年現在、この碑文は風化、劣化を防ぐためにガラスケースで保護されている。1884年、明治17年1月、情報証拠として、 実地調査をしていた陸軍砲兵単位の佐古影信が参謀本部に持ち帰った資料の中に皇太王妃の拓本が含まれていた佐古本。その後、参謀本部で被文解読に当たったのは文官である青江修と横井忠直であり、これが和の合以前の古代日本を知る重要資料と分かったため、漢文学者の川田義、丸山桜、 井上より国らの考えを経て、1888年、明治21年末に、佐古の名により拓本は、宮内省へ献上された。碑文は3段から構成され、1段目は首毛による、高栗の開国伝承、憲筆の由来、2段目に皇太王の業績、3段目に、皇太王の墓を守る、守る母人縁庫の規定が記されている。そのうち、 和に関する記述としては、いわゆるかの当年上、工実のの他に、以下がある。秘文では後代王の即位を、かのとう年、391年とするなど、漢思年が、後世の文献資料、三国式、三国維持では、人心年、392年とするの記念との間に一年の、ずれがある。また、三国式の白劇では、実践王万年、 402年に和国と通行す。名骨王子羊自覚、金を室となすと白木がわい人質を送っていた記録等があり、他の資料と碑文の内容がほぼ一致しているところが見られる。この碑文からは、皇太洋の時代に英楽という言語が用いられたことが確認された。碑文では、高栗と隣接する国、民族はほぼ一度しか出てこず。 遠く離れた和が何度も出てくることから、和国とコウクリの十七年戦争と称する研究者も存在している。その一方で、韓国などにはコウクリがくだらせいのために和をトリックスターとして用いただけであると主張する研究者も存在している。和の古代朝鮮半島における戦闘等の活動は、日本の史書古事記、日本書紀、風土記、万葉集、 朝鮮の師匠、三国式、三国維持、中国側の師匠、僧女においても記録されている。また、2011年に発見された、植皇寿白木大台記にも、ある族は、ある時は和に属していたという記述があり、議論を呼ぶだろうとした。秘分のうち、欠損により判読できない、記述のある二段目の部分、の解釈が、しばしば議論の対象となっている。 中国では、歴史学者、鋼鉄家などの見解で、海の変貌がはみ出しすぎて、他の事態と釣り合いが取れていないことから、実際は、前ではないかとする意見もある。以下、該当部分を、日本学会による通説により肯定し訳す。なお、海を渡りは、残血の研究から、海を渡りとされ、日本学会の通説では、以下のように解釈される。しかし、 韓国、北朝鮮の学会では、遺説が主流である、自公三章。また、和を、大和朝廷とするのか、九州の支配者とするのかなど、和を、どう理解するかでも異論が多い。日本の主学者は、日本初期の神宮皇后による、いわゆる三冠政抜を念頭において、理解しているため和を、大和朝廷と理解することが、一般的である。韓国、 北朝鮮の学会では、非文で、派と、公の文字が使われるのは、公栗の軍事行動にだけだと指摘しながら、他の国である和の軍事行動に例外として、派が使われることはありえなと、一貫して、世界で一般的な解釈を否定している、東北大学名誉教授であった、井上秀夫はこれに同調している。1955年、昭和三十年、韓国の歴史学者、 帝虎ト氏の解釈以降、それを土台とした様々な解釈がなされている。帝虎ト氏は皇太王の業績を称えるための、秘文に皇太王の業績に対して、都合の悪い記述をする理由がないとして、それらの主語や目的語が相当数省略されているのではないかという認識から、と解釈した。これを受け、北朝鮮の歴史学者牧師とおるが、以下のような解釈をした。 韓国学会では、高太陽比は高太陽の高栗の業績のために作られており、高太陽の業績を来賛する石踏みに、我が死後となって百残から、白木を破り、新民としたと記述されるのは間違えていると主張し、以下のような解釈が、韓国学会の定説となっている。カノトウ年状に関しては、サコボンを研究対象にした日本在住の韓国、朝鮮人考古学、 歴史学者のリス・スム・ヒロシが1970年代に大日本帝国陸軍による改ざん、鉄造説を唱えた。その主張は、シカモルに以降の和やライト界の文字が5世紀の和の朝鮮半島進出の根拠とするために日本軍によって改ざんされたものであり、本来はと記されており、八百山の主語をこーくりとみなして、和が朝鮮半島にわたってくだら、 白木を平らげた話ではなく、あくまでも高栗が、九ダラ、白木を、再び支配下に置いた、とするものであった。しかし、九ダラなどを破った主体が高栗であるとすると、かつて調考していた、九ダラ、白木が調考しなくなった理由が述べられていないままに、再び破ることになるという疑問や、和光を破ったとする記述が、中国の生死、三国式、日本の、 日本書紀などの記述、コウが日本海を渡ったことはないとも矛盾が生じる。コウが不利となる状況を強調した上で、英楽六年以降の皇太王の華々しい活躍を、記す、という碑文の文章全体の構成から、該当の科のとう年上は続く、英楽六年上の前置き踏みであって、主語がコウになることはありえない、との反論が示された。他にもこの説に対しては、 井上三貞、古田武彦、田中拓、上田正明らからも反論が示された。1974年、昭和49年に、上田が北京で入手した、石灰と不以前の拓本では、改ざんの跡はなかった。1985年には、古田らによる現地調査が行われ、非分に意図的な改ざんは認められないと結論付けた。さらに、2005年、 平成17年6月23日に、サコ本以前に作成された、スミ本が中国で発見され、その内容は、サコ本と同一であるとされた。さらに2006年、平成18年4月には中国社会科学院の助研審により、1881年、明治14年に作成された、原尊最古の拓本とサコ本とが完全に一致していることが発表され、 これにより改ざん、鉄造説は完全に否定され、その成果は交体を比較本の研究、東京堂出版として発表された。なお、この説が唱えられる、以前の1963年、昭和38年、北朝鮮内で非分の改ざん論争が起き、同国の調査団が現地で調査を実施した結果、改ざんとは言えないという結論を出した。なお、いかに、 三国式の関連する記述を示す。八年、夏五月一日に、日食あり。秋七月、高栗の王、段伊イサ後退太王が四万を兵で、北の国境を攻め、即表など十余りの城を落とされた。王は、段伊イサが、傭兵にたけてると聞き出兵を拒否、関水の北の部落が多数落とされた。冬十月、高栗に、関いよいよ城を落とされた。 王が九元に狩りに出て十日が過ぎても帰ってこなかった。十一月、九元の暗宮にて死去した。2012年七月吉林小周安市朝鮮県に、ある朝鮮河の川辺において、公海道碑と同じ時期と推定される、高栗の石碑が発見された。大阪経済法科大学の花岡キャンパス敷地内に、レプリカが混流されている。百九十九年に、 朝鮮社会科学院の行為でレプリカ混流がなったとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。